はい、皆さん、こんにちは。今日もリターントゥーモリアやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回こちらでスチールの方が作れるようになって、武器、あ、ピッケルかな?ピッケルが、スチールになりました。あと、銅像も直せるようになりましたので、銅像の方なども直していきたいと思います。クマさんいるんで、ちょっと気をつけないといけませんね。さあ、こちらも直していきましょう。さあ、これで直しましたね。なんか、シールドか。なんかのシールドが作れるようになりましたね。よしよし。さあ、それでは、まだちょっと探索してない。ここのマップ結構広い場所なんですけど、まだ探索してないところいっぱいありますので、少し探索しながら行きましょうか。川があって、これはダメだな。あ、やばい。クマさんがいきなり湧いてる。さあ、ちょっとクマさんは、倒さないようにしていきましょう。こいつとも、なんか狼みたいなやつとも関わりたくないんだよな。よいしょ、できるだけ遠くに行きながら、もう一回橋ですね。前回橋の方までは行っていたので、橋の方まで行きましょう。それと、どっかで鉱石が取れないかとかもいろいろちょっと見ていきたいなと思っています。まあ、できたら石炭が欲しいんですけど、石炭の方もね、なかなか掘る場所が見つかりませんので、まあできるだけ見つけたら掘っていくと。わー、いるな、敵。これが一応この端っこの場所なのかな?早めに武器とか本当はスチールで作りたいところですね。まあ、最悪木を燃やして炭を作るしかない。これは何だろう?ここも何かあるのかな?これは何だ?なんか置くと、あ、肥料かなんかなるのかな?なんかよくわかりませんね。布がある。ここはまだいい。なんかわからん装置だけがありますね。これは、ここも何かあるのかな?布。布とかしかないな。さあ、ここも OK。さあ、これでだいぶ端っこの方は、ああ、なんかあるな。鉄かなんかが取れそうな場所はありますね。それと、斧。斧使って、こういう木を倒して、エルフ、あ、違った。斧になってなかった。違う。斧になってる?斧になってますね。この木を倒して、とりあえず、エルフウッドとかもゲットしていきましょうかね。よいしょ。あー、ここいいね。やった。本当は石炭が欲しいんですけど、まあ、鉄鉱石でも、まあ、ありがたいので、取れるだけ取っていきましょうか。さあ、いいね。スチールだから結構いけそう。さあ、歌ってますね。陽気に歌ってます。よいしょ。登れない。石炭が本当は欲しいよと。さあ、こんなもんかな?もうどれぐらい溜まった?溜まっ、15ですね。確かまだ倉庫の方にも結構な数あったので、まだあんまり全部掘るのはやめておきましょう。そしてなんかニューゴールがあると?スチールピックアックス。ピックアックス終わったよ。それ。エンターザモ、マインオブモニア。あ、ここに来いってことなのか。そういうことか。逆側もちょっと見てからだけ行きましょうか。危ねえ危ねえ危ねえ。落ちるところだった。こっちもなんかあるな。こっちも鉄ですかね。鉄が掘れると。で、ここは、あそこか、中に行くところですね。これはダメと。さあ、夜になってしまいましたが。よし、一旦ちょっと入ってみましょうか。目的地の場所に入っていく。こいつを襲ってくるかな?襲われると嫌なんだけどな。ちょっとか、この石、登って、触れながら行こう。さあ、では、ここの目的地であるところの鉱山に入ってみます。で、ここは掘っていかないといけない。さあ、これで OK かな?コンパウンテッドダートって書いてありますね。なんか、どういう感じだろう。よいしょ。これ、ひょっとしたら、ここがスチールピックアックスじゃないと掘れないとか、そういう感じなのかもしれない。おお、なんかある。これなんだろう。おぉ、モリアに続くところですね。さて、これ、敵とか来なければいいんですけれど、見ていきましょうか。モリアの古い鉱山は何千年にもわたって豊かな恩恵をもたらし、霧の山脈の下にあるドワーフ王国に規模、
莫大な、富と成長をもたらしたと。しかしカラダミスの下でミスリルが発見されてからは、鉄、銀、石炭などの鉱脈はそれほど価値がなくなりましたよと。それより豊かなミスリル鉱脈のためにほとんど放棄されました。ここ古い鉱山にはまだ抽出されるべき鉱山がいっぱい眠ってますよということですね。はい、それはありがたいね。石炭、あ、なんか赤いのある。赤いのあるぞ。ちょっとこれ取るべきですよね。足場をちょっと作るか。足場を作って、よいしょ。で、登って上から掘っていこう。あ、剣じゃない、剣じゃない。あ、これですね。よし、いいね。これなんだ？あー、なんだっけ、これは。鉛かなんかでしたっけ？鈴？よいしょ。さあ、これで、あとどれぐらいだろう。上の方にもあるんですよね。当たらない。上の方当たらない。あー、落ちた。よいしょ。なんか声が聞こえたんで、怪しい感じでしたね。よいしょ。とりあえず、これで新しい鉱石。あれ、ちょっと持ってないぞ。もう荷物がいっぱいだ。これはドロップ。あ、これなんだ。あ、これがその鉱石なんですね。では、ガーネット。宝石がもらえた。ここはちょっと覚えといて、また来ましょうか。ここは、袋小路みたいになってるけど、行けないのかな。あー、下になんか降りていける。キノコ。キノコだけど取れないよね。あー、そしてまた新しい鉱石だ。これはなんだ？シルバー。ストロングピックアックスってなってるから、これじゃ掘れないんですね。スチールでは掘れないと。ちょっと待って、これ下行くと、どんどんなんかいいやつ掘れるようになるのかな。荷物がいっぱいすぎて、ちょっと悲しいですね。やばい、木とかがいっぱいだ。キャベツ食べよう。さあ、キャベツを食べきってしまいましょうか。よいしょ。さあ、まあ、どっちみちシルバーは取れないので、このままでいいか。木材がいつの間にかこんなにいっぱい溜まってましたね。では、もうちょっと上の方行ってみましょう。ああ、やばいな。他、まだいっぱいある、本当に。いや、ここはすごい。行ってみたいところがたくさんある。おお、なんかやられてるよ、こいつ。さあ、ああ。そして、ここでなんか石碑、仏像かなんかわかりませんけど、石もらえるんですね。ヒーロースピリットのバフもついています。よいしょ。ここ直していきたい。よいしょ。石はまだありますので大丈夫ですね。よし。なんか鉄のヘルメットかな？なんかですね。で、まだちょっと上に登れるので上に登ってみよう。ない。ここは特には何にもなさそう。あー、落ちた。さあ、階段登っていきましょうか。徐々にですけど進んでますね。いやー、これもうあんまりいっぱいあるとどこが行ってどこが行ってないかが忘れそうだけど、いや本当にこれ鉱山だな。怖い。落ちると嫌なので一応足場くっつけておきましょうか。よし。落ちたら でもまだ地下めっちゃあるな。で、ここも、どうしよう、足場を勝手にくっつけていくか。ここに足場をくっつけていきましょう。あ、くっつけられない。お、くっつけられるのかと思ったら、くっつけられませんね。あー、ダメだ。ということで、ここはちょっと諦める。よいしょ。ここじゃない。さあ、ここは、OK、降りていく。普通に階段で降りるか。よいしょ。こっちの方も行ってみましょう。ちょっとずつ行かないとな。橋を渡るのはまた後にしたいと思います。で、階段。で、行き止まりと。なんだろう、この階段は。よいしょ。落下ダメージはなしと。もうなんか、お祈りしてるような場所ですね。で、パレットがある。なんかがある。けど、これは取れない。第三の拠点とか作らないとダメなのかな。ただ石炭がありませんからね。よし、ちょっと荷物を、
うん、どれがいらないんだろう。今一番いらないのは、まあ、この木かな。布かな。木を捨てよう。木を捨てて、この巻物みたいなの取ってみましょうかね。さあ、8番、これ使える?クロススクラップ。これなんだ?これ、持ち物じゃないのか。ということで、これはよくわかりませんが、まあ、なんかゲットしました。ああ、これ、道具直せるやつがあるのか。リペアスミスって書いてありますね。ただ、アイロンゴットがないと、直せませんよ、と。ということで、こっちはもうないですよね。特に、ああ、まだあるのかな?降りれますけど、降りるのをやめておきます。で、あとは戻って、橋を渡っていくしかないのか。いやー、荷物が一旦下ろしたい。荷物を下ろしていきたいな。さあ続いてこっちですよね。一旦戻って、あ、嘘だろ?クマさん寝てるよ。そうなのか。あ、もう逃げ道なくなったのでこっちに行きます。向こう岸渡らなくても行けるのかな?さあ、ここ、これなんだ?これ、ああ、嘘だ、危ない。危ない。何?いきなり落ちた。ひょっとしてなんかこれ登れんやつか?登れますよね。危なかった。なんか落ちた。これなんかの装置ありますね。うん、これなんかエレベーターみたいなやつがあるけど、ここは無理と。いやー危ない。下、地下向かいみたいな感じで、案内は出てますね。ただこれも、いやーなんだ、いろいろな場所にゴールみたいなのが出ててよくわかっていませんが、まあとりあえずここはいらないと。落ちたらダメージ食らうかな。怖い。怖いけど降りよう。ドン。よし、食らわない。やばい、熊さん。あの穴ですね。あの穴に向かっていこう。ダメだ、ここじゃない。やばい。熊さんに見つかったけど、ダッシュ。さあ、一旦ちょっと拠点に戻りたいと思います。さあ、再びちょっと荷物とか置いて戻ってきました。これで、地下の方にちょっと行ってみましょうかね。なんだ、こいつは。リプレイなんとかって書いてあるな。なんか喋ってますね。お、モリアの、鉱山と。そして途中にいくつかの宝物がありますと。あ、会話を再生するか。会話ができるのかな?これは先ほどと一緒ですね。ということで何回も、聞けるという感じなんですね。ということで続いては下の方に行ってみましょうか。あとは、やばいな。なんかボンコールドってついてるな。寒いのかな?さあ、ちょっとわかりませんが、これ降りれる?よいしょと。なんか、こっから来て、どこでしたっけ?ちょっとやべえな。忘れちゃったな。ここじゃない気がする。どこからかわかりませんが、下に確か行けたはずなので、下に行きましょう。あ、すごいね。これ、松明加えてるんだ。どっちだ?もうちょっと、逆方向か。一応、剣も持っていこう。こちらの方でしたっけ?あ、全然覚えてないな。ここ行き止まりとかじゃなかったかな?ああ、松明なくなった。行き止まりですよね。あ、行っても行けたのか。行き止まりじゃなくて奥がまだあった。さあ、ちょっとキノコ集めながら行きましょう。で、ここはシルバーが掘れないんですよね。で、さらに下行こう。あ、壊れてるな。これ登るとき困るな。さあ、ちょっとどっちか行く。近い方からちょっと見ていきましょうか。まだ奥があるのか。いやー、嫌な感じですね。で、ここは覗いてない。さらに下がある。さらに下があるけど、ここはもう行き止まりですね。よし、ちょっとあれだな。ぶっ壊して、材料とか取っていきましょうか。よし、あー、なんかの種が
船が入ったな。え、これもあれだよね。なんかを作るためのものか、何かなんですけど、さ、それがさっぱりわかりません。よいしょ、おぉ。いっぱい。よいしょ。さあ、アイテムの方集めていきましょう。よいしょ。あんまりあと荷物がいっぱいになってしまうんでね。こんなぐらいにしときましょうか。そしたら、こちらの方を渡っていく。いやー、なんかありそうだな。さあ、これもまた右の方にもなんかあったりしてますね。登る。よいしょ。変に一応持ち帰っておくか。え、やばい。行ける場所がなくなった。え、これを掘っていくのかな？ただあれですよね。マップ上では何もないので、ここ掘ってもしゃあないところだな。この奥に何かある。ということで、ここは壁があるので、これくっつけていけばいいのかな？という感じなんですかね。よいしょ。これはくっつけていって、道ができるので、よいしょ、つけていきましょう。念のため、ここにもう一個置きたいけど、置かなくても大丈夫なのかな？よいしょと。で、上に登りたいんだけどな。階段を作っていくこともできるとは思いますが、螺旋階段上に行くか。これが正解なのかどうかはよくわかりません。よいしょ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。落ちる。どうしたらいい？このまま登り続けた方がいいですかね。よいしょと。いや、ほんとこれ正解がわからん。で、U ターン的な感じですよね。こっち側に行く。あ、やばいやばいやばい。危ない危ない危ない。したらやばそう。これ、乗れないのかな？斜めからは。よし、ギリ行けましたね。よいしょ。これはいける？あ、いけない、いけない、いけない。危ない。足りなかった。高さが。高さがもう一段必要。よいしょ。やばい。これはまった。危ない。これじゃない。少しもうちょっと手前側に寄せないと。それか、こっち側につけるか。で、ここの自分の足元も、やばいな。つけられない。これはどう？これでいける？よいしょと。よし、OK ですね。少し離れながら、階段作っていきましょうか。よいしょ。さあ、もうすぐ登れる。よいしょ。距離が危なかった。距離が危ないですね。横からなんで、どこに作られてるのかが、いまいち分かっていません。足りないな。こんなもんかな？これでいける？よし、いけた。さあ、ここちょっと壊していきましょう。よいしょ。あ、なんか拾える、そのまま拾えるのか。ああ、ようやくなんかちょっと登れましたね。ああ、なんだろう。すげえ光ってる。ダイヤモンドかなんかですかね。ちょっと一旦欲しいな、あれ。さあ、欲張ると大体死ぬんですけど、まあ仕方ない。何かを見るまではちょっと帰れませんね。よいしょ。危ない危ない危ない。危ない、これ、登れてなかった。さあ、ちょっとこれ気になるのが、ダイヤモンドだよね、これ絶対。折れてない。危ない危ない。待って待って。作業台が置きづらいですね。よしよしよし、これで OK。掘れない。これは掘れないんだ。今のこのスチールでは掘れないみたいですので、また、いつの日か来ましょう。で、こっち。こっちに来たのはいいけど、この後どこに行っていいのかな？特にない。あそこの白い場所から来たんですよね、大体。危ない危ない危ない。危ない。カメラ移動すると落ちる。さあ、ここを登っていって、ないな、なんもないな。奥があるか。よし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 。あれ？なんかここ見たことあるな。なんか見たことありますよね。なんか来たことある場所とか、そういうオチなのかな。
え、これなんか来たことあるけど気のせい？いやー、え、ここ登っていきましたよね。いや、なんかわからないけど、いつの間にか戻ってきた。さあ、なぜかわかりませんけど、ちょっともう迷子状態で、あれ、登れない。よいしょ。危なかった。さあ、なぜかわかりませんけど、戻ってきましたよ。ここも、行けなくて、板を置いたところですよね。なんてこった。なんでだ？やっぱりここだ。さあ、なぜかわかりませんが、戻ってきていますので、よし、仕方ない。ここも登っていきましょうか。よいしょと。登れるのかな？それがちょっと怪しいな。少しずつ行きましょう。よいしょと。高さも高すぎると多分頭が当たってダメなので少しずつですね。よいしょと。で、ここですね。あ、ダメだ。ジャンプできなかった。よいしょ。で、ジャンプ。よし、これで上の方にたどり着いた。ここは落ちたくない。F じゃなくて V ですね。ああ、置けない。よし、これで大丈夫。よし、さあ、橋のところまで来ましたけど、どっちなんだ？これもう全然マップが役に立ってますね。一箇所しか。いない。高さのマップがわからない。進んでいこう。さあ、もうちょっと帰り道もわからないぐらいですね。もう行ってしまっています。あ、ない。何もない。何もない。ここからなんか出てくるような感じですけど。いやー、何もないな。どこだ？松明はあるんですけどね。何も特になかったな。うん、大丈夫。落ちない、落ちない。よし。よし、OK ですね。この紐引っ張るとなんかなるとか、あるかな。ないな。また台を置いてみよう。一応、落ちると嫌なので台を置いてみましょうか。さあ、特に危なかった。何もないな。これなんもない。よし、危なかったぞ。さあ、ちょっと迷子ですけど、行ける範囲でとりあえずどんどん進んでいきましょうか。そうだよね。もう疲れたってなってるな。あ、ここは？ない。いやー、もうどこだろう。あ、鉄がありますね、鉄。これ鉄ですよね、きっと。これで、これはウッドスクラップ。これもあれか。鈴かなんかかな。石しか取れてない。で、いやー、これ、おかしいな。どっかで間違えて戻ったみたいなんですけど、もう迷子になっちまいましたね。一旦ちょっと出口方面まで行ってみましょう。さあ、ちょうどなんか入り口の真上ぐらいまでは来ることができましたね。ただ、こっからどうしていいのかがわかりませんが、まあ、こっち行ってないのかな？でもなんか来たことあるような気もしますね。いやー、全然わからん。どこに行ったらいいのかな？迷子状態だ、本当に。で、ここ行った。ここは来てない？来ましたかね？ああ、やばない、危ない、危ない。危ない。これちょっと埋めておこうかな。ちょっと埋めておきましょうか。落ちる可能性がある。あ、シルバー。ここにもシルバーか。どっかあっちの方にもありましたよね。で、ここが、どうしたらいいんだろう。もう全然わかりませんね。迷子だ、本当に。ここから来てるので、もうあるか。さあ、ちょっと、ここはまだ来てないのかな？足場を組んで登っていきましょう。さあ、もうかなり疲れたって出てますが、もうどうすることもできませんね。まあ、ひたすら進むしかない。で、おそらくこれとこれが
繋がってる感じですよね。あ、なんか、ここは初めてだ。なんか、檻みたいなやつ初めて見ますね。ちょっと壊しておきましょうか。硬い。めちゃくちゃ硬い。ま、木がもらえるのはありがたいな。で、この謎の機械ですよね。謎の機械が何だろう。直して使えるなら使いたいけど、直すことすらできません。よいしょ。結構この森屋の鉱山は複雑だな。どこにまず行っていいのかが本当にわかりませんね。おそらくこれから登ってこれる感じなんですよね。で、こちらの方に行く。これは何だろう？ここは、ああ、鉄か。鉄の鉱石ですよね、これは。まあ一回ちょっと目印のためにも合わせてちょっと掘っときましょうかね。荷物がもういっぱいいっぱいなんで、本当はあんまり掘りたくないんですけど、まあ、ちょっとこれぐらい掘っておこう。よいしょ。さあ、これでここには来たよという目印ができました。で、落ちる。ここはいけない。鉄を掘りに来ただけになっちまったな。これ、エレベーターみたいな滑車が使えるといいんですけど、それは使えないと。で、こっちは降りていく。そうすると最初のところに戻る。危ない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 。危ない。よいしょ。こっち側に戻れましたね。いや、あんまりこういうの得意じゃないんで、全然わかりませんね。ここの下もなんかあるな。さあ。ああ、で、ダイヤモンドの場所か。下がダイヤモンドの場所ですね。全然わかりません。よいしょ。ああ、なんか襲ってきた。待って。嫌だな。どうしよう。下の方まで行きたいな。下まで行くにはどうしたらいい？お、ちょっと飛び降りてみようか。飛び降りて行こう。ああ、よし、大丈夫。で、もう一回降りてみよう。で、このまま行って、おかしいな。このまま行ったのに、スタート地点の逆側に出てたんだよね。ここで道を間違えたんだ。で、ここからは自分が作ったやつかな？道作ったやつですよね。ここは何もなかったと。そうだそうだ。これは来た。で、ここの道を行ったらダメだったので、できれば下行きたいんだよね。下に向かうよ。あ、なんか変なゲートがあるな。よし、ちょっと一か八か、ああ、松明なくなった。この床をぶっ壊して、下に行きましょうか。ああ、やばいやばいやばい、崩れた。自分の場所も崩れた。やばい、変なやついる。これもう、あれじゃないかな。死んだ場合、もうこれを取りに行く自信がないですね。待って、これ自分の足元壊すのやめてほしいな。よしよしよし、そう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 。あかん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 。あかんかん、崩れた。崩れた。怖い怖い。さあちょっともういいや。さあ復活できる自信はありませんが、行ってみましょう。最悪もう一回落ちればいいか。よし、ここも掘れますね。あ、石炭。よし、こいつは取っておきましょう。いや、問題はあの雲だな。雲の強さが未知数なんですよね。よいしょ。あ、石炭めちゃくちゃいっぱい取れるの？これ嬉しいね。よし。さあ、今のところ22個。あれ？もう持ってないのか？これは何？石か。石ですね。さあ、掘っていますけど、何気にこれ下の方まで行っちゃってるんだよな。よし、さあ、こっち行きましょうか。これもなんか謎の機械があるな。一応逃げる場所を確保しておきましょうか。これでいける？いけますね。この装置みたいなのが直せればいいのに。よいしょ。さあ、これはなんか、ああ、なんか印だな。
よし、バフがついた。種。銅像は取れないな。キノコもちょっと食べないとダメですからね。食べていきましょう。よいしょ。で、あれを直したい。何かわからないけど直したい。OK、直りましたね。ああ、スチールソード、2分の1。まだある。いや、これみんなどっから来てんだ？さあ、ちょっと明かりの方を登っていこう。よいしょ。さあ、ここで登れる。どこなんだろう、ここ。さあ、石炭があるな。まだありますね。石炭欲しい。さあ。めちゃくちゃいっぱいあるな。30個今持ってますよね。これ、持ってないのかな？もう。仕方ない。これは諦めよう。で、こちらですね。まだ行ったことがない場所。基地が作れるのかな？ここは。いろいろなものがありますね。ただ、でも、炉とかそういう感じなものはないのかな？炉とかはないな。なので、ちょっと無理だな。こっちは作れませんね。石炭めちゃくちゃいっぱいあるのに。さあ、それでは、回り込みましょうか。で、ここも、石炭あるね。いっぱいあるね。ここにもありますね。では、雲との決戦ですかね。これはもう。雲の奥に何かマジカル扉みたいなのがあったのは見えたので、よし、まず初回を、よいしょ。危ない危ない危ない。なんか飛ばしてくるタイプか。危ない。まずこのハマってるやつを倒したい。よし、いいね。雲同士で当ててくれてますね。よいしょ。さあ、体力がない。スタミナがないぞ。スタミナ稼ごう。飛ばしてくる？一応ガード。危ない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 。ガードして突っ込んでいこう。まあ、なんとかいけないことはないな、これ。危ない。食らった。よいしょ。ほら。よし、倒した。雲の糸でなんかもらいましたね。よいしょ。よし。さあ、これをちょっと欲しいんですけども、どうしようかな。種まだ何に使うかわからないので、ちょっと捨てていきましょうか。それよりこの紐の方が欲しい。ファイバーあった。これだ。これなんだろう、これ。さあ、マジカルな感じの扉かと思ったら鉱石ですね。こいつはなんだ？さあ、掘ってみよう。あ、コッパー。どうか。どう？こんなマジカルな感じなんですね。ただ、これもあれだよね。ちょっと待って、なんかゴブリンって出てるぞ。荷物が持てない。こいつを捨てよう。で、ホッパー。ブロンズが作れるようになった。そして、なんだろう。なんかの装置かなんかも作れるような感じですね。よいしょ。これもあれか、上から取ってった方がいいな。ということで、作業台を作っていきましょうか。で、上から掘っていこう。よし。さあ、鉱石ほんとここいっぱいもらえますね。嬉しい限りだ。宝石もあるので、宝石も本当は取りたいんですけど、まあ、ちょっと空き容量がない。掘っていくべきなのかな。よいしょ。さあ、どうだろう。結構、宝石がめちゃくちゃ多いな。さあ、ということで、鉄鉱石、布、まあ、石がいらないかな。石をドロップしましょうか。ドロップできない。石をドロップしたいけど、捨てられない？どうしてだ？いけましたね。石を捨てて、宝石をちょっといただいていきましょうか。石はどこでももらえますからね。よし。
さあ、これでコッパー銅を取っていく。やばいな、敵が来そうで怖い。で、銅の鉱石が25。もうちょっと取りたいね。よいしょ。30個でフルだと思いますので、まあ、こんなもんかな。よし。ああ、やばいな。コウモリとかもいる。さあ、ということで、一旦ここをですね、出ることを考えましょうか。正直言って、これどうやって出ていいのか全くわかりません。どっからみんな来るんだ？自分はちょっと足場崩していきましたが、どこの道が正当な道なのかがわかりませんので、ここでしっかりと探しながら行きましょう。どんどん行けるな。どんどん行けますね。ここも。これ拠点作れる。さあ、ここちょっと第2の拠点作っていきましょうか。石捨ててしまったな。なんてことだ。宝箱。これは鍵が必要。しかも新しい鍵が必要ですね。これテーブル。これは直せるのか？よしよしよし。ワークベンチ。ワークベンチかなんかなのかな。で、こいつがダイヤモンドが必要だって言ってましたね。ダイヤモンドを基地に置いてきてるな。では、ちょっと石だね。まずちょっと種をドロップさせてもらうか。種をドロップさせてもらって、石をかき集めましょう。どこだ？どこの石をもらう？こいつかな？さあ、この鉄の鉱石っぽい感じの石をもらっていきましょうか。ストーン2つ。何個必要だっけな、石。これは掘れない。で、なんか斧がある。いや、また、例の銅像みたいなやつですね。ウッドスクラップ、これだな。こいつを壊して、よいしょ。石をゲットしましょう。よし、これでどうでしょう。10個か。もうちょっとだ。ということで、もうちょっと石が必要。どこだろう。ここにまだ進める場所がある。さあ、もう全然わかりませんね。これが石ですね。よしよしよし。石がこれで4つ。これでいいだろう。さあ、OK ですね。ということで、ここを早めに拠点を作ってしまいましょうか。で、ここでインゴットに変えて持っていけばいいんだよね、きっと。で、まずはこれを修理。で、OK ですね。よし、これで OK。テーブルを作らないと食事ができないので、テーブルを作りましょうか。よいしょ。で、OK。他はなんだ？ベッドか。なんかいろいろ作れるようにはなってますね。これか。これがなんか、作れるようになったやつなんですけど、これは何だろう。ローアップグレードして高度な金属や、何かを作れるようにしてください。ということですね。コッパーパレット。荷物を置いていこう。よいしょ。これでコッパーが置けると。今のところ5個しか置いてないけど、これでいいんだな。これでいけますね。よいしょ。そして、ここはちょっと整頓。あとはベッドか。ベッドの方も置きましょう。祭壇じゃないな。これはベンチは、ワークベンチかなんかですかね。で、これも直せる。足りない。足りない。石が足りない。さっき捨てちゃったよ、本当に。では、ちょっと石も取ってきましょうか。まだあったはずですね。石を取る。よし、さあ、ここから石を取っていきましょう。どこまで掘れるんだ？マップはちょっとだけ出てるな。なんか進むべき場所が出てきたぞ。ちょっと待って待って、なんだこれ。毒ガスみたいなエフェクトがかかってるけど。毒ガス？違うのか？ちょっとだけ覗いていきましょうか。なんかある。やだね。さあ、ここはもう鉄ですね。アイロンになってるな。
なんか食らってるのかな、よくわかりませんが、まあこれでいいや。いや、これアイテムが置きっぱなしなのがな、ちょっと嫌ですね。ただもう進むためには、いろいろともう犠牲にするしかありません。よいしょ。さあ、これを直して、で、炭の方はたくさんあったので、ああ、ホッパーインゴット、そしてブロンズも作れますね。まずはアイロンだな。アイロンを作れるだけ作っておきましょう。はい、これで、鉄の鉱石はなくなりましたが、ここでいろいろちょっと第3の拠点としてここを建て直しながら、装備、そして道具などを揃えていきたいと思います。では今日はこれぐらいで終わって、また次回この続きやっていきましょう。皆様ありがとうございました。Thank you.